第三次チャタヌーガの戦い。第三次チャタヌーガの戦い。第三次チャタヌーガの戦い。A. サードバトルオブチャッタノーが、一般的には単に、チャタヌーガの戦い。A. バトルオブチャッタノーが、他にルックアートさんの戦い。A. バトルオブラーコウトマウンテン。ミッショナリー、リッチの戦い。A. バトルオブミッショナリーリッチという呼び方もされるわ。 南北戦争の1863年11月23日から25日、テネシー州チャタヌーが近くで行われた戦いである。北軍のユリシーズ・ブラント少将は、ブラックストン・ブラック将軍の南軍を破ることで、テネシー州にいた最後の南軍を排除し、ディープサウス進攻への道が開け、1864年のアトランタ方面作戦につながった。北軍。 ウィリアム・ローズクランズのカンバーランド軍4万名は、チカマウガの戦いでの悲惨な敗北の後で、ジャタヌーガに撤退した。南軍ブラックストン・ブラック将軍のテネシー軍は死を、包囲して、北軍を植えさせて、降伏に追い込もうとした。死郊外での追撃はのんびりとしたものであり、北軍に守りを強化する時間を与えてしまった。ブラック軍は、ルックアトさんとミッショナリーリッチに陣取り、 どちらからも市内、テネシー側、市内を貫流していた及び、北軍の供給線を見ろせることができた。ルックアウト山に据えられた大砲が川による接近を支配し、騎兵隊がチャタヌーガに向かう市長隊への襲撃を観光したので、北軍は兵士たちを食わせていくために、他の方法を出す必要があった。北軍政府は敗北の可能性に警鐘を鳴らされ、援軍を派遣した。 10月17日、ユリシーズ・グラント少将は、ミシシッピ軍事地区軍と呼ばれた、西部軍指揮官職を与えられた。グラント軍は、チャタヌーガに移動し、指揮官ローズクランズを、ジョージ・ヘンリー・トーマス少将にすげ替えた。グラントの技師長であるウィリアムカイ・ボールディ・スミスは、クラッカーインと呼ばれる作戦を編み出し、10月27日に、水陸共同で、ブラウンズ・フェリーに、 突然の上陸を観光し、ブラウンズフェリーの戦いと呼ばれることもある、トーマスのカンバーランド軍とジョセフ・フッカー少将を率いる、東部戦線ポートマック軍から派遣された、救援軍2万名とを繋ぎ、テネシー川を解放した。これで川を使ったチャタヌーガへの物資と援軍の搬入が可能となり、グラント軍のチャンスが広がった。これに反応したブラックは、 ジェームズ・ロング・ストリート・中条にルックアート渓谷から北を追い出すように命じた。その結果としてのウォーハッチーの戦い、10月28日から29日は南北戦争の中では夜だけで戦われた数少ないものの一つとなった。南軍が撃退されクラッカーラインは確保された。グラントのミシシッピ軍事地区軍はジャタルーガでは次の部隊で編成された。 ブラックのテネシー軍は、チャタヌーガでは次の部隊が使えた。10月31日、ブラック軍は、ジェームズ・ロングストリート中将を指揮する、ロングストリート軍団、ラファイエット・マクローズ少将とジョン・ベルフット中将の、師団で、攻勢を、ノックスビル近くいる北軍アンブローズ、バーンサイド少将の軍隊に対抗するために派遣し、大きくその戦力を減らしていた。11月22日、 サイモン B バックナー少将の師団にノックスビルのロングストリートへを命令することで、ブラック軍はさらにその勢力を減らした。11月半ばに、ウィリアム・シャーマン少将が、テネシー軍2万名を率いて到着した時、グラントは攻勢を始めた。その最初の動きは、11月23日に、当時のチャタヌヨガ市域からすぐ外のウッドトリデに、あた作戦本部から、 オーチャードノブとそれに隣接するインディアンヒル及びブラッシーノブにあった南軍の前進基地に対する攻撃命令だった歴史家の中にはオーチャードノブの戦い飛ぶ者もいるが実際には小さな戦闘だったオーチャードノブはそこから次の2日間の戦闘を方向づける前進し中央を占める地点にあったこの同じ日に信じられないようなことであるが南北戦争を通じて両軍の中で 最も実行力ある、師団指揮官と当時の同僚たち多くがみなしていた、パトリック・アル・クリバーン少将の師団に、ブラックは、バックナーの後を追って、ノックスビルに向かうよう命じた。北軍の11月24日の作戦は2、方向からの攻撃だった。フッカー隊は、ルックアウト山の南軍斎翼に、シャーマン隊は、ミッショナリー・リッチの北縁にいる右翼への攻撃を、 行うこととされた。フッカー隊は3個師団、第12軍団のジョン・ W ・ギアリー師団、第14軍団のチャールズ・クラフト師団及び、第15軍団のピーター・ J ・オスターハウス師団だった。クラフトとオスターハウスの前進は、ルックアウト・クリークで行き詰まったが、ギアリー隊はさらに南で抵抗なく川を渡り、山と川の間の谷間が確保されていないことを発見した。北軍は、 ベンジャミン・ジーザム師団、一時的に、ジョン・ K ・ジャクソンが指揮のエドワード・クレイ・ウォルト・ホール旅団の抵抗を受けたが、ギアリーは、ルックアウト山のふもとを北東に回り、ウォルト・ホールの勢力的にはるかに劣る部隊を、山の北縁真下にある、クラベンス・ハウスまで押し返した。山の頂上にいた南軍ジョン・シー・ブラウンの旅団は、外貨で行われている戦闘に対しては、手の激用がないことが分かった。 ギアリーの成功で、他の二個師団も川を渡ることができ、その前面にいる南軍の三兵を飲み込んでいった。午後1時頃に、南軍ジョン・シー・ムーアの旅団が、ギアリー隊とクラフト師団のウォルター・シーホイッタカー、旅団との戦闘に巻き込まれた。ムーア隊は押し返され、間もなくエドマンド・ペタス旅団が合流した。午後3時頃までに、熱い霧が山を覆った。両軍は、 午後の残りを霧の中でめくらめっぽうを打ち続けたが、当たる者はほとんどいなかった。この戦闘中、フッカーはグラントに一連の泣き言かからエばりの伝言を送り続けたが、1中八89、敵は今夜撤退するだろうと予言したのは、まさに当たった。ブラックは戦闘が負けていることを認識し、その陣地を放棄する命令を出した。夜半に霧が晴れ、月食の下で、 カーター・エール・スティーブンソンとチーザムの師団は、チャタヌーガ・クリークの対岸撤退し、その後の橋を焼いた。シャーマンの残りの三個師団は、テネシー川をうまく渡り、情報の欠陥もあってそこが、ミッショナリー・リッチの北縁だと思う場所を占めたが、実際には、ビリー・ゴート・ヒルと呼ばれる完全に別の王だった。東方向にあった東、テネシー・バージニア鉄道のタイナー駅で、 兵士たちが、文字通り列車に乗り込むばかりだった、パトリック・クリバーンの師団が呼び戻され、ミッショナリー・リッチ北園のトンネルヒルの南軍右翼を補強するために急行したトンネルヒルは、通称、チャタヌーガ・ハリソン・ジョージタウン・チャールストン鉄道のトンネルがそのを通っていた。11月24日にはこの右翼で戦闘が起こらなかった。その夜、 ブラックは二人の軍団指揮官に撤退すべきか、踏みとどまって戦うべきかを問うた。ウィリアム・ J ・ハーディは撤退を推奨したが、ジョン・ブレッキン理事はミッショナリー理事の刀陣地で戦うことを主張し、ブラックを説得した。その結果、ルックアウトさんから撤退した部隊は右翼につくことを命じられた。北から南に、クリバーン、スティーブンソン、ギスト、チーザム、アンダーソン、 ベート及びスチュアートの各師団が順に並んだ。アレクサンダー・ W ・レイ・ノルズの旅団がアンダーソンとベートの間に入り、ジョセフ・エイチ・ルイスの旅団がクリバーン師団に付けられ、マーカス・ J ・ライトの旅団は右翼公営を守った。それまでの軍団編成が解かれ、北側の4個師団をハーディ、他の3個師団がブレッキン・リッジの指揮下に置かれた。11月25日。 グラントはその作戦を変更し、シャーマンとフッカーによる攻撃作戦を要求した。トーマス隊は、シャーマン隊の後を進み来たからミッショナリー理事に向かうものとされた。この尾根は恐ろしく強固に防御できるところであり、兵士は厚みを持って配置されていたので、シャーマン隊とフッカー隊による側面攻撃の支援がなければ、正面攻撃は自殺行為だと考えた。 午前中の時間帯で、シャーマンは、クリバーンの前線を破れず、フッカーの後軍は、クリークの橋が焼かれていたために送らされた。午後3時ごろ、トンネルヒルを守っていた部隊が急斜面を駆け降りて、突撃し、シャーマン隊を配送させビリーゴートヒルまで押し返した。クリバーンはその師団に、他の師団からニコ旅団とニコ連隊を加えただけであり、シャーマンのテネシー軍ニコ軍団。 オスターハウスの師団は、フッカーの方についたに対抗した。シャーマン隊は、ポトマック軍のハワード軍団とカンバーランド軍の、ジェファーソン・ブイ・デイビスとアブサロム・ベアードの、各師団だった。クリバーンによれば、実際にはわずか1個、旅団、1個連隊及び2個大隊だけで、戦闘の大半を戦ったということである。戦争の残り期間、その連隊は、トンネルヒル、 テネシー州に対する戦闘名誉賞として、その師団には、得意な青の連帯機を傾行した。午後3時半、グラントは、南軍の右翼で、シャーマン隊が継いえたことで、ブラックが、その補強をしていることを恐れた。このために、トーマス隊に前進して、谷底の南軍前線射撃号を捕獲し、そこに止まって、次の命令を待つように指示した。その先には、 ミッショナリーリッチの山腹と尾根にかけて、次々と射撃号、残号の当時の呼び方が続いており、それらへの攻撃を待てという指示だった。北軍は前進し、素早く最初の射撃号線から南軍を追い出したが、そこで尾根にかけて残っている二つの前線から手厳しい射撃を受けることになった。トーマス隊の大半は、近間うがで大きな損失を経験しており、 新山のシャーマン隊やフッカー隊からは、嘲笑を受けていた。この時彼らは、上からの射撃を浴び、進むも退くも明確な作戦はなかった。この時点で、頂上の射撃合戦は、現在考えられる軍事的頂点ではなく現実の頂点に置かれているという事実で、尾根の頂点近くに盲点となる逃避場があったので、北軍兵は残っている前線に対する攻撃を続行した。 この二回目の前進は現場の指揮官によって行われたが兵士たちの中には自分たちで斜面の上から打ち下ろされる重火からの退避場所を求めた者も,もい,い北軍の前進は秩序だってはいなかったが効果はあった。最後はクラント自身が南高フラクの南軍前線と信じていたはずのものを圧倒し蹴散らした。かくしてカンバーランド軍のミッショナリーイリーリージのぼりは この戦争の中でも最も劇的な出来事の一つになった。ある北軍主観は次のように改装した。午後4時半までにブラック軍の中央が完全に崩壊し、恐怖に囚われて逃げ出した。ミッショナリーリッチは放棄され、東の近マ宇賀川、南、近マ宇賀クリークとも呼ばれるまで坂落として退した。このうろたえた逃亡の中で唯一の例外はクリバーンの部隊であり、 その師団は、他の師団からの二個旅団で補強されていたが、崩壊の時には、テネシー軍に対する勝利の後で座り込んで、食事を追っていた。完全な混乱の中にいなかった、唯一の物体として撤退するのも最後になり、ブラック軍全軍が、東方に退いていく時に伝軍を務めた。午後二時半ごろ、グラントは、ウェストポイント時代の旧友トマス・ジェイウッドと話を、していた。 シャーマン将軍が大変な時にあるようだと、グラントが述べた。ウッドは、そうだ、将軍、彼は、暖かい場所にいるようだと答えた。グラントは、彼が大変な時を過ごしているかのように見え、我々は彼を助けに行くべきとも思える。と応じた。二人はもう少し会話をして、グラントは明らかに、ウッドとフィリップ・シェリー団の次第を、尾根の底にある南軍射撃号に対して送り出す。 決心をした。続いてグラントはトーマスにその考えを提案した。何らかの理由でグラントとトーマスの間は冷え込んでいた。トーマスはグラントの考えを否定した。一方第四軍団指揮官、ゴードン・グランジャー少将が近くにおり、完全に砲台の動きに気を奪われていた。グラントはイライラしてトーマスに向かい、グランチャーにその軍団の指揮を取り、 あなたの部隊を前進させ、敵の最初の射撃合戦を占領するよう命令することを求めた。トーマスはその命令をグランジャーに渡した。午後三時頃だった。信じがたいことだが、グランジャーはその命令を無視し放題式に戻った。グラントからさらに失責を受けた後で、グランジャーはついにウッドとシェリダンに命令を出した。伝令はジョン・ M ・パーマー少将の 第14軍団に属するアブサロム・ベアードと、リチャード・ W ・ヨンソン各順庄にも言った。グランジャーのウッドに当てた命令は、すぐに行動を開始すること、あなたの命令を、あなたの旅団指揮官にも即座に伝えること、前進の合図は、砲台の6門の大砲からの急速連射である。という内容だった。左から右にベアード、ウッド、シェリダン及び、ジョンソンの師団が並び、 総勢は2万3000名だった。各師団は、ジョンソン師団が2個旅団の他は、皆3個旅団だった。旅団はすべて応対で配置についた。旅団の並びは、左から右に、エドワード・エイチ・フェルプス大佐、フェルディナンド・バン・ダービア大佐、ジョン・ウィー・ターチン殉将、サミュエル・ビーティ殉将、オーガスト・ウィリッチ殉将、ウィリアム・ビー・ヘイズン殉将、ジョージ・ディ・ワグナー殉将。 チャールズ・ジハーカー大佐、フランシス・ティシャーマン大佐、ウィリアム・エル・ストートン大佐及び、ウィリアム・ピー・カー,アーリン准将だった。各旅団は2列応対になり、三兵が先導した。午後3時40分頃、ベアードがターチンに説明できる前に、合図の大砲が鳴った。連隊士官の中には、同じ旅団から矛盾した命令が出たことに抗議した者がいた。 どこで停止するのかを問われた時をイリッチは、ある士官に、わからない、昆蓄症、予想すると告げた。シェリダンは、グランチャーに、命令の副賞を送り、目標は、そこなのか、頂上なのかを尋ねたが、回答を得る前に、合図の大砲が鳴った。ターチンとカーリンは、オネの頂上を落とし入れることを期待されていると、考えた。大半の士官は、 どの部隊が隣にいるかを知らされただけだった。尾根の底で射撃合戦を守っていた南軍兵も矛盾した命令に悩まされた。ある者は一斉射撃した後に撤退すると命令され、またある者はその陣地を死守することになっていた。止まって戦った者は北軍兵の数に圧倒され、多くが捕虜になった。他の者は後から撃たれることに怯えながら、 尾根の頂部まで長い距離を登り始めた。北軍兵の手を逃れた者は、その辛さで完全にへたばり、しばらくの間自分を守ることもできなかった。南軍の大砲は、北軍の最初の突撃の時はほとんど当たらなかったが、一旦北軍兵が射撃合戦で止まると、彼らを全滅させる勢いだった。南部のライフル銃兵もその銃弾を降り注いだ。 北軍の何人かの部隊指揮官は最悪の重火を避けるために兵士に前進させた。ウィリッチの三兵は命令なしに尾根を登り始めた。ウィリッチは射撃合戦で虐殺されるよりも彼らの後についた方が良いと決断し、前進命令を出したが、すでにいくつかの部隊は登り始めていた。これを見たヘイズントビーティも最初の応隊に途半命令を出した。ウッドが 射撃合戦に到達した時に列目の応隊が同じように途半命令を出すように来い、ウッドは彼らを前進させた。グラントは北軍兵が尾根を登り始めたのを見て衝撃を受けた。まずトーマスに続いてグランチャーに誰が命令を出したか尋ねた。どちらの将軍もその責任があると言わなかったが、グランチャーがあいつらが登り始めたら誰も止められないと答えた。続いて、 グランジャーはウッドに、もしウッドが可能だと思うならば、オネの頂上を取る許可を与えると伝令を送った。何人かの伝令がほとんど同時に異なる命令を持って出て、さらに混乱を増した。最左翼では、フェルプスとバンダービアが射撃号を捕獲してその陣地を守った。いくらか荒い地面と格闘しながらターチンの旅団が、その後に続いた。しかし、その部隊が、 射撃後を制圧するや、いなや、吉イロシア人、ターチンのことは、即座に、尾根登りを奨励した。ベアードが、他の二個旅団を送り出せる前に停止命令を、受け取った。ワグナーとハーカーの部隊は、ウッドの旅団の後を追って、すぐに登り始めた。ワグナーが半分登った時に、尾根の底で停止する命令を受け取った。彼は部隊に引き返しを命じた。 彼らが引き返し始めると勢いづいた南軍の守備兵のために大きな損失を受けた。ワグナーとハーカーの部下の何人かが射撃合戦に戻ると彼らの左にいたウッドの師団と右にいた自分たちの師団がまだ丘に登り続けているのを見た。競争相手の師団に先に行かれて、ワグナーは第二列目に途半を命じた。整理団も間もなく、ハーカーに交代を命じた。 その右手では、フランシス・シャーマン旅団が、尾根の半分くらいのところにある残豪戦に直面し、苦心していた。はるか右では、ジョンソンのニコ旅団が、射撃後の決死の抵抗に遭い、尾根登りの開始が遅れた。南軍の前線はまず午後5時ごろに、バーツミル道路で敗れた。ウィリッジの連隊の一つに、ヘズンのニコ連隊も加わって、南軍橋壁の50ヤードまで進んだ。 地形が湾曲しているために保護されて忍び寄り、続いて突進して、ウィリアム海タッカー旅団が守る京壁に飛び込んだ。近くにいた守備兵は、急を疲れて降伏するかの力から,がら逃げ出した。抜け目のない北軍士官がその連隊を右左に動かして、南軍の前線を包み込み始めた。タッカーは勇敢にも部下の兵士たちを鼓舞したが、その時までにウィリッチと、 平寸の兵士たちが頂上に溢れていったブラック軍には戦術的な予備隊がなかったので、その守備陣はほんの薄い皮一枚だった。裂け目をろうために、南軍の将軍たちは近くにいる旅団指揮官たちにいくらかの連隊を貸してもらうよう依頼し、反撃にろうとした。いくつかの場所では、これが守備の主戦線を弱め、その前にいた、 北軍旅団に頂上まで登らせてしまった。平ンは一旦尾根の頂上に出るとその旅団を南に振った。この方向の南軍前線はアレクサンダー・ W ・レイノルズの旅団が守っており、その部隊は尾根の底からきつい坂を登ってきた者たちだった。レイノルズ隊の疲れ切った兵士たちは正面と側面から攻撃されて崩壊した。ヘイズン隊は南への進軍を続け、 南軍ベ都ト士団の RC ・タイラー旅団を陣地から追い出し、北軍・ワグナー旅団が頂上に着くことを可能にした。ベートのフロリダ旅団はすぐに追い出され、北軍ハーカーの部隊も頂上に到着した。南軍 RL ・ギブソンの旅団は、フランシス・シャーマンの部隊に打ちまかされた。ジョンソンのニコ旅団は、厳しい抵抗と険しい斜面のために難重しており、尾根を登るために、 最も長い時間を要した。カーリン隊は午後5時半頃に、やっと頂上に達した。南軍スチュアートはその陣地が、絶望的なのを見て取り、お東海ストラールとマーセラス・エストバルの旅団を、尾根から退かせた。一方、ウィリッチの部隊は機体回り込み、アンダーソン師団の側面を潰し始めた。ウィリッチが成功したことで、ビーティンの旅団も頂上に達することができた。 このニコ旅団はまず、アーサー・エム・マニゴールと隊を駆逐し、北への回り込みを続けた。彼らがオネにやってくると、北軍ターチン、バンナービア及びフェルプス、戦死していたの旅団が、南ザカライア、シー・デイズ、アルフレッド・ジェイ・ボーン及び、ジョン・ケイ・ジャクソンの旅団への攻撃の度合いを強めた。南軍兵の中には、頑強に抵抗する者もいたが、多くの者は、北軍兵が、 側面から圧力をかけていることが分かった時に恐怖に、囚われ逃げ出した。南軍の不評は、砲兵がその大砲を脱出させるのを助ける前に、逃げ出すことが多かった。この過程で、アンダーソン師団全軍とチーザム師団の左翼にいた、ジャクソンとムーア各順将の旅団が崩壊した。北へ向けた北軍の進撃は、ウォルトホール旅団の頑強な抵抗と夜の訪れで、止められただけった。 シーザム、ギスト、スティーブンソン及びクリバーンはあまり損失を受けることもなくその手段を交代させたが、この敗北で兵士の士気が落ち、悔しがらせた。シェリー団体だけがミッショナリーリッチの向こうまで追撃したが、その夜遅く、グランジャーやトーマスの支援もないことが明らかになった時についに諦めた。ブレッキンリッジはその軍団が崩壊した時にその場にいなかった。 その左翼が気になって、午後早くに、前線の橋まで馬で向かった。午後三時半、トーマスがその四個師団による、ミッショナリーリッジへの攻撃を始めさせた頃に、スチュワート師団の左翼、JT ホルツクロウ大佐の旅団背後で馬を止めた。この時、南西方向で、フッカーの部隊が忙しくチャタヌーガクリークに橋をかけて、いるのを目撃した。ブレッキンリッジは、 左翼の防御がないロスビルギャップが心配になり、ホルツクロウにその場所を守るためにいくらかの連帯を送るよう命令した。しかし遅すぎた。南軍兵がその強谷に到着した時は、オスターハウスの師団がすでに通り過ぎていた。ブレッキンリッジの息子、キャベル・ブレッキンリッジは、北軍兵の集団に乗り入れてしまい、捕獲された。オスターハウスが、上官のフッカーに、 この成功を知らせると、フッカーはすぐにその部隊を北へ向かわせ3方向からの攻撃を仕掛けた。オスターハウス隊はミッショナリーリッチ東の道を進ませ、クラフト隊はオネ自体に取り付き、ギアリー隊はオネの西面に向かわせた。ホルツクロウはその部隊を南に向かわせ戦闘を始めたが、クラフト隊とオスターハウス隊が間もなく勢力の劣る南軍兵を ミッショナリー・リッチの北に追い始めた。ブレッキン・リッチは、北の創造しい音を聞いてついに生まれ乗り出し、悪いことが起こっているかを見つけようとした。ホルツクロウ隊は、フッカーの部隊の前に交代し、この時オネにまたがって一致していた、カーリン・リョダン・アンソン・ジーマ・マクックの第二オハイオ連隊に、行き当たった。市面を優勢な敵に取り囲まれ約700名の、ホルツクロウ隊は降伏した。 その夜の間に、ブラックは、ウェスタンアトランティック鉄道の近マウガ駅。現在は、ラベル飛行場があるところまでの撤退を命じ、翌日にはそこから、ジョージア州ダルトンまでの鉄を始めて、二つの道に分かれて進んだ。この撤退中、小さな戦闘が、近マウガ駅、ヒッコリー渓谷のシェファーズラン、古いコンコード集落のキャットクリーク、マッキーシュルー、 およびグレースビルで起こった。この日、11月26日は偶然にも、アメリカでは最初の正式な感謝祭の日だった。グラントが命じた追撃は、リングゴールドギャップの戦いで、実質的に挫折した。第三次チャタヌーガの戦いに参加した約5万6千名の、北軍の損失は5824名、戦死753名、負傷4722名、 不明349名となり、約4万4千名の南軍の損失は6667名、戦百361名、負傷2160名、不明4146名その大半は捕虜となった。グラントは捕虜の数を6142名と主張しており、南軍の損失はもう少し大きい可能性がある。さらに北軍は40門の大砲。 69両の台車と弾薬箱を捕獲した。カズトの従軍牧師がトーマス将軍に戦死者は州で分けて埋葬するかどうかを尋ねたとき、トーマスは混ぜてよい。私は州の権限に飽きたと答えた。南軍の大きな二つの軍隊のうち一つが壊滅した。北軍はローワンサウスへの入り口チャタヌーガを確保した。 そこはシャーマンによる1864年のアトランタ方面作戦で物資と兵団の基地となり、カンバーランド軍にも本拠となったオハイオ軍はノックスビルを、テネシー軍はナッシュビルを本拠にしていた。グラントは1864年3月に北軍全軍の司令官となる前に西部戦線での最後の戦に勝利した。グラントは その命令が忠実に実行されなかったことで当初は激怒した。トーマスは攻撃が失敗した場合に避難されることが分かっていたので同じくらい驚愕に取り憑かれた。しかし成功した。ブラックは射撃後を軍事的長部ではなく実際の地形的長部に配置したことで多く批判されたが当時残壕戦は北、アメリカや一般的軍事原理では新しいものであり。 そのような長部について明確な監修はなかった。シャーマン隊がビリー・ゴートヒルに掘った射撃号も実際の長部に沿って置かれていた。しかし、ブラックは南軍の射撃号の時期を指示した構築、カンバーランド軍がオーチャードノブを占領した日に命令が出たや、それを3列の薄いお粗末な防御線に広げたために、南軍兵が初めの射撃号2列から撤退するときに混乱を、 生時、北軍兵で長部が蹂躙されるようになったことについて明らかに非難されるべきである。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。